ましょう、じゃあ企画で。いや、一日頑張ればいけますよ。ベースランニング。一日は入れなさそうな空気あるけどね。やりましょう、じゃあ企画で。いや、一日頑張ればいけますよ。いや、言うな。ルナパークに一日いられる、その一言から今日はこんな企画。ルナパーク開園から閉園まで6時間半遊び続けてみた。群馬を代表する遊園地ルナパーク、ずっと楽しいかな。20代中盤だけど、くれぐれも辛い顔は見せないでね、みんな。これ何、案件ですか、これ。ルナパーク、これ案件じゃないですね。乗り気ではないよ。だって今何時ですか。今ね、8時9時半から16時だから6時間半。6時間半、まあ、ルナパークで遊ぶという企画になっております。そのルナパークの周りに臨港閣とか前橋公園あるじゃん、そこを行くのなし。なし。ただ俺とコーナーに関してはルナパーク初めてなんですよね。やば、行くよ。行きますよ。うん。おー、地獄ですよ。入り口始まりですよ。確かに。みんな10円っていうわけじゃないんでしょ。みんな10円じゃない。大きい遊具は50円だと思います。大きい遊具とかってこれとか。多分メリーゴーランドとか。待って、今日何日ですか。何曜日？月曜日。今日6月曜日。営業してね。やめません。ベースランニング。カスうどん食いましょう。今日まずうどん？まずうどんと。いや、朝食べてないんで。そうっすよ、めちゃくちゃ。うん、そう。カスうどん。開店と同時に頼んだから多分ね。そんな迷惑なことないですよ。ポテトもあるし、ナポリタン、山賊焼きとかもあるんだね。来た。朝9時半のカスうどん。うまいね。うまいね。いけるよ。4時でしょ。いやー、全然楽しめる。ほら、量があるし。チケット買います。昨日はヤクルト買います。なんで？ヘリコプターに。ヘリコプター。1台にね、最高乗れても2人まで。大人の方は、はい、もうね、はい、じゃあもう1人、はい、このレバーをこうすると、あ、上がるんだね。くるくる騒ぎ。子供はいいね。こんなライドの大人が3人乗ってても嫌な目で見ないで。恥ずかしいんだけど。おー、危ねえ、これ。これはおもろかった。おお。すごいよ。てかルナパーク結構楽しめんじゃん。普通に楽しめんじゃん。あれもう1時間経ってました。経ってる。余裕じゃん。いや、でもまだあと5時間半あるから。ジェットコースターじゃないんだ。ウェーブスターライド。ナミノリしますか。しますよ。とりあえず一通り乗ろう。そうですね。よい。いや、でも雪城さん、良かったですか。顔死んでましたけど。
乗れないです。木馬も乗れないの？俺乗れないの？小学生以上は乗らないでください。そう、真ん中ら俺たちは乗れないらしい。とりあえず制覇しよう。ラストラスト。メリーゴーランド。メリーゴーランド乗れるんすか？あ、馬は乗れないけど。設定が。馬だろ。メリーゴーランド代名詞。逆に馬以外何やんの？絶対ウィリアムスだ。誰ですか？名前があるとしたら。名前があるとしたら。はい、それでは花エルって何やねん。その花を出してるからさ。花を植える。いやいや、アトラクション全制覇。 Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. ただこの時点で あと4時間も4時間も好きよ。川出すって。うん。